このプログラムを今やるということにも結構いろいろ深い意味があって、まあ、こういうコロナの状況とかまたなんか自分が今まで感じてきたこととか特に先シーズン今シーズンと感じてきた孤独感とかなんか自分の仮面みたいなものとかそういったものをなんか表現したいなみたいな感じで思ってたんですけど皆さんの中にも多分仮面はあってでもそれがあるからこそ生きていけるしそれは必要不可欠なものであって今はなんかもうちょっと大切にっていうようなこの子と共に生きていくって感じはしてます。